こんばんは、まやこです。今日は映画の T シャツを購入したので、そちらのご紹介になります。サンキューマートと GU の夏のセールで全部390円、税込みで429円のお得なお買い物だったので、よかったらご覧ください。どうぞ。サンキューマートのね、オンラインショップ、ウェブショップ全然知らなかったんですけれども、ツイッターでこのスタンドバイミーの、T シャツだけじゃなくて、いろんなトートバッグとか、なんか小物入れみたいなのとかあったんですけれどもね、今ちょっとウェブサイト見てみると、売り切れになっちゃってました。また入荷するかもしれないんですけれども、この4人の後ろ姿がね、とっても素敵な T シャツになります。ウィル・イートンとか、ちゃんとね、リバー・フェニックス、コリー・フェルドマン、丸い人とね、首がしっかり詰まっていて、素材は、綿が、35% とポリエステル 65%、 ちょっとつるんとトロンとした素材になります。で、2枚目はテッド2、テッド2見てないんですけれども、テッドは見てます。見るまではね、ただの熊のぬいぐるみと思ってたんですけど、見るとやっぱり可愛いって、テッド可愛いなと思っちゃうのが不思議ですよね。で、白はもう大汗をかくので、黄ばんだりね、脇汗の黄ばみとか気になるんですけれども、売り切れていて白を買いました。ゴーストバスターズ、こちらはもう第1シーズンのゴーストバスターズからちゃんと劇場で見に行った年代です。これはブルーっていうね、色味なんですけど、グレーっぽい感じの発色になっていました。着やすい感じで、やっぱり首は締まっていますけれども、まあ年齢的にもね、首は締まっててもいい、シワが隠せるのでね、いいかな。で、2枚目は、マシュマロマンの T シャツ、ゴーストバスターズに出てくる。ね、最後の方にね、登場するマシュマロマン、すごい良かったですよね。白は薄くて透けますので、キャミなどを着た方が絶対いいですね。で、こちらは GU で購入したフラッシュダンス。これも有名な、LP レコードのね、サントラ版を持っていました。で、外に出して着るようにこのスリットっていうか、切れ目が入っています。で、ブカッとした感じで、ファッションがね、このジェニファー・ビールスのこの時代のファッションみたいに今もなんか戻っていってますよね。なんか、たっぷりしていて、もう一個ね、水浴びるダンスのシーンの水浴びるシーンとかあったみたいですけれども、映画のムービー T シャツ390円になっているのは、このフラッシュダンスと、次にご紹介するフォレスト・ガンプ2着、2点しかなかったですね。ちょっと元の値段を剥がそうとしたんですけど、今ね、指関節が痛くてちょっと剥がせなくて、元の値段は1000円ぐらいだったと思います。で、このシリーズの2点目、フォレスト・ガンプ、この何とも言えない色、くすんだ色ですね。これなんか遠くから見ると裸に見えるかなと思って、今私が着ている20世紀フォックスの T シャツもそうなんですけど、微妙な色なんですけれども、これが一番ね、自分に合ってました。それまではね、なんかおばあさんっぽくなっちゃうなとか思ったんですけども、それが似合う年頃になっていましたね。スタンドバイミー、マシュマロマン、ニャンスキーがね、もう洗濯物とか大好きですもんね。上に乗っちゃってました。
特にもう黒は猫の毛が目立ちますけれども、可愛いから許します。サンキューマートで購入した T シャツ4点。売り切れとかあるので、気になった方はね、早めにちょっとご覧になってください。で、こちらの GU のフラッシュダンスの方、これはセルフレジでもお会計を済ませようとしてたら、隣の方がこれを買っていて、うわっと思ってね、そしたらお店の人にね、フラッシュダンスが通じなくて、フラッシュダンスですかっていうね、若い人はもうフラッシュダンスを知らないようですよね。でこちらは映画のね中のセリフの人生はチョコレートの箱のようなものとか書いてあります。で実際お見苦しいですが試着してみますね。首のとこにちょっとゴミがついていて失礼いたしております。首が詰まっていて、白はちょっとね黒いね紐が透けて見える感じ。マシュマロマン、トロンとしたとろみのある感じの着心地は悪くないです。でもM サイズとかね着られる方はいいと思います。私が大柄なのでちょっとね小さく見えるかもしれない。このフォレストガンプのねおばあちゃんっぽいの一番似合うっていうのが分かって、肘のねたるみと黒ずみがちゃんと隠せる長さ、袖の長さとゆったりとして体の線が見えない、納得の一枚でした。以上になります。次回の動画までさようなら。